それはダメです。結界の外でキリュウさんが襲われたら何にもなりませんから。ダメです、キリュウさん、魔法陣の中に戻ってください。キリュウさんはエリザ先生に知らせに行ってください。なんとかやってみます。他に方法がないじゃないですか。私は魔法生命です。だから別に滅びたって構いません。さあ早く行ってください。避けてください、マスター。
藤田先生に言われて屋上で待機していたんです。あの怪物が兄を使って先輩を襲わせることは分かっていましたから。近くに出現するようにって。ごめんなさい、黙っていて。これです。これでエリザ先生に渡しておいた私のポケベルに合図を送ったんです。キリュウ君、無事だったのね。ごめん。でもおかげでうまくいったんだからいいじゃない。そうですよ、終わりよければすべてよしって言うじゃありませんか。え、何ですか。こらこら、そういう話を突然振られても彼女自身自分がどうなってるかわからないんだから戸惑うだけでしょ。私どこか変ですか。よくわかりません。何か危ない場面でもあったかしら。で、結局エリザ先生はなんであんたのこと笑ったのよ。それで純情な桐生さんとしては大いに傷ついたと。まあさすがはプロって感じね、聖者さん。腐るな腐るな、終わりよければ全てよしって。城さん、どうしたの？メガネもかけないで。それにそのかかった。はい、マスターがこう
ういう髪型もいいっておっしゃってましたので。変ですか？ちっとも変じゃないわ。結構いいじゃないね、きよかったマスター。あの時はっきりと言ってくれなかったから。それよりそのマスターってのは、まるで喫茶店のウェイトレスさんみたいだけど。それじゃ、ごゆっくり。